よろしければビデオを好きにしてください。チャンネルに慣れていない場合は忘れないでください。通知ベルを購読してアクティブ化する。次の動画を見逃さないようにしてください。私たちは始めます。ヤギの世話をする方法。ヤギは知的で好奇心旺盛な動物で、とても楽しいことができます。ただし、多くの作業も必要です。それらを適切に処理しないと、攻撃的になり、逃げようとする可能性があります。幸いにも、ヤギのための安全なスペースを作り、適切に給餌し、手入れをし、健康を管理することで、ヤギを幸せにすることができます。方法1、安全なスペースを作成する一牧草地を準備します。それは、ヤギ、その避難所、娯楽を置くのに十分な大きさでなければなりません。例えば、登ることができる大きな岩などです。彼女は牧草地から食べ物を手に入れようとしているので、彼女が放牧できるように彼女に空間を与えなければなりません。ヤギは、草、雑草、茂みなどの植物を食べるのが好きです。そのため、多くの植生を処分する必要があります。ヤギは自分の食べ物を求め、牧草地のすべてを食べます。あなたがそこで育てる植物が有毒でないことを確認してください。ヤギは雑草が大好きなので、引き抜かないでください。あなたはそれを楽しむでしょう。彼が食べ物を探すことができるように、彼に半分のヘクタール以上の放牧スペースを与えるのが最善でしょう。区画が小さい場合は、わらと餃子をベースにした追加の食べ物を与える必要があります。小さい品種のヤギが2から4匹いる場合、20平方メートルで十分です。にしっかりしたフェンスを取り付けます。設置するフェンスは、ヤギを屋内に持ち、捕食者を屋外に置いておく必要があります。これらの動物はインテリジェントで登ることができるため、多くの場合、飼育室から脱出します。フェンスは十分に高く、登ることは困難でなければなりません。少なくとも2メートルの高さのものを選択してください。ヤギの飼い主の中には、近くに行かない理由をもう一つ与える電気柵を設置することにしました。地面の奥深くに頑丈な木製の杭を設置することで、頑丈なフェンスを構築できます。次に、セメントで固定します。家畜のメッシュでフェンスを閉じ、広いメッシュではなく狭いメッシュを選択します。ヤギが逃げるのを防ぐために、柵の近くに食べ物を残さないでください。十分なスペースがあり、十分な食料があり、良い避難所とゲームがあるなら、彼らはそれを避けたくないでしょう。3ヤギのための避難所を建設しなさい。少なくとも、風から保護する南向きの3面の避難所を用意する必要があります。ヤギがやってきてそこに避難し、悪天候、特に雨や熱から身を守ります。シェルターは十分換気されている必要がありますが、ドラフトはありません。ヤギが快適になるように、藁を床の内側に置きます。ヤギは小さな避難所または大きな犬小屋に住むことができます。シェルターにコンクリートスラブを注ぐこともできます。メンテナンスが容易になります。しかし、それはあなたに非常に費用がかかり、またそれを藁で覆う必要があります。4ヤギにゲームをあげてください。ヤギは非常にインテリジェントな動物であり、退屈なヤギは問題を引き起こすヤギです。大きな岩、登ることができるスロープ、バレルのリサイクルなど、
様々な種類のゲームをインストールできます。ヤギはその上に登ったり、障害物に頭をぶつけたりする楽しみを持っています。エンクロージャに入れるすべてのものがしっかりしていて、釘が突き出ているなど、エンクロージャに害を及ぼす可能性のあるものが含まれていないことを確認してください。おもちゃやおやつを使ってペットを刺激してください。後方にヤギに餌をやる一彼に冷たい水を与えなさい。ヤギは真水に永続的にアクセスする必要があります。彼らがそれをこぼさないように、大きな重い容器を使用してください。少なくとも1日に2回、暑い日に頻繁に水をチェックする必要があります。冬の間、気温が氷点下に下がった場合は、1日中水を交換する必要があります。また、専門店で不当容器を購入することもできます。にたくさんの植生を与えてください。これには、草、雑草、ブドウ、その他の植物が含まれます。彼らはキイチゴのようなトゲのある植物を食べることさえできます。牧草地に様々な植物がない場合は、タンポポなどの一般的なハーブの種を植えることを検討してください。ヤギは放牧を好むので、フェンスに沿って茂みを植えます。また、好きな他の植物を与えることもできます。それらに以下の植物の混合物を提供するようにしてください。草、雑草、植物を登る、ツタ、アザミ、ブランブル、イラクサ、サンヤギを危険な植物に近づけないでください。これらの動物は何かを食べることで定評がありますが、害を及ぼす可能性のある植物があります。彼らがそれらを認識できたとしても、彼らはまた好奇心が強く、彼らはまだ彼らをかじります。牧草地やその周辺でそのような植物が成長していないことを確認し、それらを動物に与えないようにしてください。ヤギにとって危険な最も一般的な植物のいくつかを以下に示します。シャクナゲトウワタツツジイチイキョウチクトウデルフィニウムツグミヒバリノアシヤマザクラクロウメモドキノゲザイライラックスイセンゲッケイジュケシルバーブトマト4彼らの食事を補います。ヤギは食事に穀物を必要としませんが、食事をするのが好きです。また、冬や牧草地が小さすぎて放牧するのに適していない場合は、素晴らしい食事の選択肢になります。例えば、干し草、オート麦、ふすま、大麦を与えます。ヤギは一般に毎日総体重の 3-4% を消費します。あなたは彼らに与える食物の量を彼らの体重に基づいて決めなければならないでしょう。サプリメントが必要なのは、牧草地で放牧している時に動物が食べるのに十分でない場合だけです。また、交尾前または肥育中のヤギに飼料サプリメントを与える必要があります。あなたはより多くの栄養素を含むヤギのミートボールを見つけるでしょう。シリアルの代わりにそれらを与えることができます。低温に耐えるのに役立つので、冬にはより多くの食べ物を与えましょう。例えば、放牧できない場合は、体重の 4% を与えることができます。ボフィーダーを地上に吊るします。ヤギは放牧を好むとしても、地面で食べることを好まない。餌を地面より上に保つことで、カビのリスクを減らし、昆虫が食べたり、餌に群がったりするのを防ぎます。干し草などの餌を与えるときは、シェルターの壁またはフェンスの柱のいずれかに置くのが最善です。
私たちが馬に使用するフィーダーは良い選択肢です。ヤギが複数いる場合は、大きなフィーダーを選びます。彼らはお互いに押し合って食べようとし、小さすぎるフィーダーは怪我をする可能性があります。毒舐めるために塩で栄養補助食品を入手してください。ヤギは多くのビタミンとミネラルを必要としますが、彼らの食物の質は土壌の質とあなたがそれらに与えるものに依存します。多くの場合、彼らは栄養補助食品を必要とします。多くの住宅所有者は、必要なミネラル塩を含む塩の混合物または塩の石を彼らに与えることを選択します。このようにして、ヤギは喜んでサプリメントを食べ、より多くの水を飲みます。あなたの獣医は、あなたの地域の土壌の質が彼らが必要とするミネラルの種類を決定するので、適切な混合物についてアドバイスすることができます。彼はまたあなたがそれらを与えるべきである塩の石の種類とあなたが与えるべき量について助言することができます。農産物専門店でヤギの混合物やナメセキを買うことができます。ヤギは必要以上に食べてしまう可能性があるため、ヤギにはサプリメントを近づけないでください。方法3ヤギの世話1毎日それを磨いてください。硬いブラシを使用して、乾燥した泥や汚れをコートから取り除いてください。次に、髪全体にブラシをかけて、残っている汚れを取り除きます。最後に、柔らかいブラシで磨いて、光沢のあるコートにします。ブラシをかけている間、コートに手をかざして、病気や怪我を示している可能性があるため、バンプがないことを確認してください。異常を感じたり、ヤギの行動が変わった場合は、すぐに獣医師に連絡してください。に彼のひづめを毎日調べてください。それらをできるだけ乾燥させておきます。毎日ブラシをかけている間、ひづめをチェックして、ひづめが破損していないか、または石や汚れなどの何かが詰まっているかどうかを確認する必要があります。あなたが見るすべてを取り出し、あなたのひづめが健康であることを確認してください。悪臭や損傷の兆候に気づいた場合は、すぐに獣医師に連絡してください。フックから、または手で、ひづめから石や汚れを取り除くことができます。悪臭は、治療を必要とする、ひづめの腐敗、と呼ばれる状態の結果である可能性があります。ほとんどの場合、ヤギは硫酸銅によるひづめ浴に基づく治療を受ける必要があります。ただし、獣医に相談する必要があります。3彼のひづめをトリミングします。健康なひづめがなければ、ペットは元気に走ったり、ジャンプしたり、登ったりすることはできません。残念ながら、短すぎたり、十分にカットしなかったりすると、彼を傷つける可能性があります。プロに依頼して、必要なサイズの良いアイデアを得る方法を教えてください。ひづめが適切にトリミングされたら、正しい長さに保つために6から8週間ごとにもう一度開始する必要があります。自分でやるのが苦手な場合は、専門家に依頼してください。ペットを傷つけるのではなく、専門家に支払うことをお勧めします。4必要に応じて上着をトリミングします。これを行うには、電気カミソリを使用してください。天気が少し涼しい時は、乳房、腹、尻尾、太ももの周りの髪を整えることができます。
夏の間、あなたはあなたのペットをより快適に感じさせるために髪を短くトリミングすることを選ぶことができました。初めての場合は、手助けをするために小さなエリアから始めます。また、経験のある人に、その方法を尋ねてください。シェーバーの適切な使用方法がわかるまで、髪を目、耳、またはその他の敏感な部分の近くでトリミングしないでください。ヤギ毛の最小の長さはありませんが、天候を考慮する必要があります。天候が寒くなる場合は、短すぎないようにしてください。方法4、ヤギを健康に保つ1、排泄物とゴミは毎日きれいにしてください。毎日クソと匂いのストローを取り出します。牧草地でも、避難所でも、これを行う必要があります。ゴミを新鮮なストローと交換します。クソに生息する寄生虫を取り除くので、ヤギの病気を防ぐことができます。年に1から2回、シェルターを徹底的に掃除する必要があります。すべてのゴミを取り出し、どこでもよくこすります。次に、ゴミを新鮮なストローと交換します。ヤギを動かしなさい。ヤギは活動的な動物なので、必ず運動させる必要があります。大きな岩、木造建築、茂みなどの障害物を牧草地に配置することで、登るように進めます。それで遊ぶこともできます。牧草地が狭い場合は、ヤギと一緒に散歩をすることができます。スイングのような特定のゲームのようなヤギは、バランスを取ろうとしながら上下に移動することができます。3.BOSE 注入の詳細をご覧ください。BOSE 注射にはヤギが健康を維持するために必要なセレンとビタミン E が含まれています。これらは彼の筋肉、骨、生殖システムにとってさらに重要です。多くの動物には十分な量がないため、注射は通常年に1回行われます。注射は獣医師からしか受けられないため、処方箋が必要になります。ヤギを交尾させる場合は、交尾器の前に注射する必要があります。これにより、子供はヤギを起こりうる合併症から保護しながら、適切に成長することができます。4毎年あなたのペットに予防接種をしてください。ヤギは、ウェルシュ菌 C 型及び D 型及び破傷風から保護する CDT ワクチンを受けるべきです。ワクチンの効果は時間の経過とともに減少するため、毎年新しい用量を与える必要があります。ヤギが交尾する場合、ヤギはシーズン開始の30日前に新しいワクチンを受けなければならず、ヤギは出産の30日前に受けなければなりません。子供は生後5から6週間以内にワクチンを接種し、最初の接種から3から4週間後に新しいワクチンを接種する必要があります。20. 獣医師からの指示があれば、狂犬病ワクチンを接種することもできます。ただし、これらの動物に対する標準的なワクチンではありません。ヤギを駆虫する。これらの動物は、ワームなどの内部寄生虫に感染する可能性があるため、それらを駆除する必要があります。それらのために設計されたワームは多くないので、おそらく羊、牛、馬のために設計されたものを使用することになるでしょう。あなたはあなたのペットのサイズに基づいて投与量を調整する必要があるだけなので、あなたは最初にあなたの獣医とこれについて話し合うべきです。ヤギを飼育している場合、
母親とその子供を守るために、出産直後にメスを駆虫する必要があります。これは、駆虫剤が母乳になるためです。子供は生後6から8週間で虫を取り除く必要があります。動物を適切に駆除するための様々なヒントもオンラインで見つかります。毒傍慢に注意してください。ヤギは多くの理由で傍慢に苦しむ可能性があります。例えば、ヤギが食べ過ぎた場合、食事のバランスが取れていない場合、毒を摂取した場合などです。いずれにしても危険です。ペットの腹が前日より膨らんで丸みを帯びて硬くなっていることに気づいた場合は、獣医のところに連れて行ってください。また、彼の胃がきついか、ヤギが歩くのに苦労していることに気づくかもしれません。彼女はまたガスを持っているかもしれません。自分で治療する前に獣医師に相談するのが最善です。治療の一つは、ヤギの喉を歩いて前に 500ml のミネラルオイルまたは食用油を流し、マッサージしてガスを排出させることです。次に小さじ1を混ぜます。2、水または糖蜜のカップで重曹、混合物の準備ができたら、ペットに与えます。傍慢は危険な場合があるため、すぐに治療が必要です。ヒントヤギについての詳細は獣医師に尋ねてください。ヤギは登ったりジャンプしたりするのが大好きです。そのため、大きな岩や障害物を設置してジャンプする必要があります。蹄をトリミングする方法がわからない場合は、獣医または専門家に持っていく必要があります。フェンスラッチが外側にあることを確認します。ヤギは1頭しか持てませんが、2頭以上飼えば幸せになります。彼らはまたあなたの犬や他の動物と遊ぶでしょう。ペットを飾る場合は、生後1週間程度の時に飾ることをお勧めします。大人のヤギは獣医師が装飾しなければなりません。警告ツツジなどの装飾用植物の多くはヤギにとって有毒です。あなたがそれらに与える植物が安全であることを確認してください。今日はこれで終わりです。友達と共有したい場合は、自由にビデオを気に入ってください。チャンネルに慣れていない場合は忘れないでください。通知ベルを購読してアクティブ化する次の動画を見逃さないようにしてください。